もともと私をこの船に乗せるつもりだったってこと？捕まったっていうのもお芝居？あれは本当だ。奴に捕まるしか君に近づく方法がなさそうだったからね。あなた信じろって言ったわ。助けてくれって。そう、僕は君に信じてほしいし助けてほしい。どうしてもね。急がないとディナーが始まる。レイヴン、ミス・カールトンにドレスを。はい。ちょっと、ドレスって？ミスター、どういうこと？この船は、招待なしに乗れる船じゃないから、安心していいよ。ああ、それから僕のことは、エドガーと呼んでくれ、リディア。いいね。ますます美人さんだ。からかわないで。なぜ？でもそうだね。笑うともっと可愛いだろうね。何のために笑わなきゃいけないの？僕のために。何なの？あなた。急遽参加することになったというわけです。伯爵のご友人がこんなに可愛いお嬢さんだなんて。はあ。まだただの友人とは。船旅は伯爵に味方するのかな？だといいんですが、彼女は友人という言葉しか僕に許してくれないのですよ。あら、もったいないわ。まだ会ったばかりじゃないの、この大嘘つき。私にこんな格好させてどういうつもり？ただ見せびらかしたいだけ。としてはこれ以上口説けないのが辛いところですよ。アシェンバート伯爵、君はあの青騎士伯爵の末裔なんだそうだね。ええ。なんと、あの妖精国の領主として物語で描かれたロード・イブラゼル、妖精国伯爵の末裔エドワード一世に忠誠を捧げることでイングランド王を妖精の住む領土にも君臨させたという、実に英国らしいユーモアの持ち主だ。違うわ、青騎士伯爵は本当に妖精国の領主だったのよ。だって青騎士伯爵は信じるのに妖精国を冗談と決めつけるのはどうしてですか？いや、しかし妖精を信じるのってね。子供じゃあるまいし。同じように伝えられているのに片方は真実で片方は作り話だなんておかしいわ。でしたら伯爵ご本人に伺いたいわ。本当に妖精国に領地をお持ちですの？もちろん先代から譲り受けました。青騎士伯爵に与えられた位はアール・オブ・イブラゼル。イブラゼルとはゲール語で海の彼方にある幻の妖精郷です。ぜひ招待していただきたいわ。連れて帰ることができるのは花嫁だけと先祖代々決まっているのですよ。リディアはいつ僕と一緒に行ってくれるやら。まあまあ、そんな風に口説かれたらリディアさんが妖精の国を信じないわけにはいかないわね。ってことは少しくらいは脈があるかな。助けてくれた。本当にエドガーは妖精を信じているの？それに青騎士伯爵の末裔だなんて。なんだか一生分の褒め言葉を聞き尽くしたような気分だわ。ニコ、どこ行ってたのよ。散々な目に遭ってたの。皿に入れたミルクなんか出しやがって。猫じゃあるまいし、皿からなんて飲めるかよ。はあ。で、あいつの目的は何だって？
あいつが本当に妖精界に領地を持っている伯爵ならリディアに協力を求めるかもしれないってわけだ。私がフェアリードクターだって知ってるっていうの？ま、関わらない方がいいって。色男ぶりやがって大したことねえっての。エドガーはハンサムだと思うわ。ありがとう。エドガー、あ、いえ、一般論よ、一般論。さっきもみんなあなたに夢中だったわ。だからって、私があなたに好感を持つかどうかは別問題ですから。そうだね。君を無理やりこの船に乗せたわけだし。自覚はあるのね。ところで誰と話してたの？え？おかしい？猫を相手に独り言なんて。どうして？動物と気持ちを通わせられるなんて素晴らしいよ。そんなこと思ってもないくせに。飲み直していたの？え？あ、これはその、やっぱり気疲れした？違うの、私じゃなくてニコが飲んでたのよ。猫がスコッチを？ニコってば酒飲みだし行儀は悪いし、そのくせ紳士として扱わないとすぐ怒り出すんだから。おかしかったら笑っていいのよ。この通りどうかしてるの？フェアリードクターは普通の人に見えないものが見え、聞こえない声を聞くんだってね。君のその淡い緑のペリドットみたいな瞳は世界の謎さえ見透かしてしまいそうだ。大げさだわ。光を透かすと光彩が金色の花みたいに輝くんだね。綺麗なだけじゃなくて神秘的だ。だいたいあなた本当に青騎士伯爵の子孫なの？あなたにも妖精が見えるのかしら？出なきゃ自分の領地に行けないもん。そう、先祖が持っていた力を僕は持っていない。だから必要なんだよ、青騎士伯爵を継承する証のエドワード一世に贈られたメローの宝剣が。メロー、人魚の宝剣。ご先祖が自分の領地に隠したまま死んだんだ。だからフェアリードクター、ようやく英国に戻ってきて女王陛下にご挨拶しようにも青騎士伯爵を継承する証の宝剣がない。それがメロの宝剣なのね。分かったから離れて。300年ほど前、ジュリアス・アシェンバートは自分の領地のどこかに宝剣を隠した後異国で死んだ。隠し場所は妖精に関する謎めいた散文で記され、もはや僕には理解しきれない。そして宝剣を飾る大粒のスターサファイアを狙っている者がいる。それがあのハスクリーさん？そう、奴は同じ宝を狙う僕に殺意を持っている。奪われる前に見つけ地位をはっきりさせなければならない。リディア、僕に力を貸してくれ。このままじゃ落ちるよ。いい加減にして！私、あなたが青騎士伯爵だって信じたわけじゃないわ。信じられないなら断る。偽物の手伝いをして宝剣を盗むわけにはいかないわ。それで君はここから泳いで帰るのかい？海に突き落とすとでも言うの？まさか、僕はそんな合格人じゃないよ。ただし忠告しておくよ、今君は無一文だ。そして奴は今君を血眼になって探しているよ。十分極悪人よ、あなた。何あれ、軍艦？そのようだ、ハスクリーが僕たちを探しているのかもね。
この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。